角田裕希は日曜のメキシコシティ GP でマクラーレンのオスカー・ピアストリと激突した後 F1 スチュワードはトップチームを愛していると改めて発言した前週末のアメリカ GP で5ポイントを獲得した角田のメキシコでの週末はパワーユニットの最大配分量を超えたためグリッド最後尾に配置されるというニュースにより序盤から危うくなったしかし角田は他のグリッドペナルティにより3つ順位を上げて17位となりレースのオープニングラップで さらに、三つのポジションを獲得するために、トウのスタートを切った。角田は、十一周終了時点で、ドライバーの中で、最も早くピットストップを行い、三十五周でレースが終了するまでに、アストン・マーティンの両ドライバーを退けて、八位に浮上した。角田は、ターン九でのケビン・マグヌッセンのクラッシュによって引き起こされた赤旗が、自分にとって、プラスになったことを認めているが、角田は、自分の進歩は、 アルファタウリのののマシンのペースの証拠だったと主張するそうだけど、ハードスティンともかなり良かった。それがなかったら、8番手に離れなかったと彼は主張した。車が良かったということを示している。この日本人レーサーは、スタンディングリスタートで8位を維持し、ターン2の出口で、前方のピアストリと軽い接触があった。しかし、次の週、ターン1で、角田がアウト側を回ろうとした際に、両者が接触し、 アルファタウリはスピンしてトップ10から脱落した。スチュワードはどちらのドライバーもこの事件に関して完全にまたは主に責任を負っていないと判断しそれ以上の措置は取らないことを選択した。この事件についての見解を求められた角田は運転中にすでに十分なコメントをしたと思う。彼らはトップチームが大好きなのでそれだけです。角田は マクラーレンの乱気流の中央を直接走行することでタイヤを痛め、ブレーキが加熱したため、ピアストリを追い抜こうと必死だったことを認めた。もっと辛抱できたのではないかと問われ、角田は次のように答えた。タイヤが苦しみ始めていると感じた。できるだけ早く追い越したいと思ったが、ブレーキに関しても限界が多かった。コメント。嫌な記事ですね。角田、F1、スチュワールズ。 ラブ・ザ・トップ・ティームス・アミッド・ダイアストリ・クラッシュ角田・ピアストリ衝突の最中か F1 スチュワードはトップチームを愛しているというタイトルが付けられています私は角田選手が被害者だと思っていますしこの発言が新たな火種とならないようにと思っています